皆様おはようございます。2023年5月ゴールデンウィークに入りました。今日は JR 北海道いろいろな列車を撮影しました。どうぞよろしくお願いいたします。まずは旭川駅普通列車 KI40 です。本日は2両編成、1両目に3名号が連結されていました。続きまして、キハ 261K 1000番台特急北斗函館行きです。大型連休のため、8両編成と増結されての運用です。5月19日で引退となりますキハ143系普通列車東室蘭駅です。5月20日からは新型の電車737系で運用されます。釧路駅特急大空1号、キハ 261系 1000番台です。特急大空も増結され6両編成での運用です。網走行き特急オホーツク1号キハ283系です。特急オホーツクも1両増結され4両編成での運用となっていました。特急北斗4号函館行き、キハ 261K 1000番台です。こちらも増結され、7両編成での運用でした。特別快速エアポート、新千歳空港行きです。まもなく引退が発表されております721系での運用でした。785系特急すずらん2号東室蘭駅とキハ261系5000番台ラベンダー編成の特急宗谷が通過していきます。特急北斗84号函館行き、キハ 261系 5000番台浜那須編成が通過していきます。特急カムイ789系1000番台旭川行きが通過していきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。